江戸時代、利根川には多くの渡し場がありまして、七里ヶ渡しもその一つです。柏市の伏瀬と取手市の戸頭とを結んでいました。水戸街道の脇道でしたが、人の往来は活発だったそうです。昭和30年頃まで渡し場があったそうです。その後、ここに新大利根橋が作られました。その新大利根橋も3年前に有料から無料となり、さらに便利な橋になりました。上流にはつくばエクスプレスの鉄橋と常磐道の鉄橋とが並んであります。さらにその上流には利根運河の水門があります。ここに柏市のゴミ焼却場があります。遠くに秩父の山並みが見えます。晴れると日光の山々が見えます。この近くに伏瀬弁天があります。30年前は雑木林の中にあるお寺という感じでしたが、今は千葉県の文化財に指定され、大きな観光地になりました。周りは利根川遊水地です。この遊水地は大変広く、利根川の洪水を防ぐ効果は大変大きなものです。こっからスカイツリーを肉眼で見ることができます。取手からスカイツリーを見るには、取手駅西口近くにある新町4丁目の高台から見るのが良いと思います。遊水地のそばに曙山公園と農業公園があります。日本庭園もあります。中に日本家屋があり、多くの人に利用されています。